去就が注目されていた広島、黒田博樹投手、40、が、残留して来季も現役を、続けることが8日、決まった。黒田本人から連絡を、受けた鈴木生命球団本部長、61、が、明らかにした。黒田は今季8年ぶりに、日本球界に復帰し、先発として11勝8敗、防御率に、50を、マーク。来週以降に行われる契約公開交渉では大幅アップが、見込まれ、今季4億円から来季年俸は5億円を、超え、現役最高年俸になる可能性も、出てきた。受話器の向こうから来季に、かける熱い思いが伝わってきた。この日正午前、黒田本人から鈴木球団本部長に、電話で連絡があった。来年もやります。冷静な同本部長が、興奮を隠しきれない。現役を続行すると話がありました。成績もそうだが、それだけじゃない。若い人たちの見本になってほしいと、伝えました。ほとした気持ちとよしっという気持ち、7日に広島市内で約3時間にわたる会談を、行い、正式に残留を要請。そして一夜明け、吉報は届いた。黒田にとっては悩みに悩み抜いた末の、決断だった。今季、メジャーから8年ぶりに広島へ復帰。先発ローテーションの中心として、26試合に登板し、11勝8敗、防御率に、50を、マークした。申し分のない数字を残しながらも、この日まで身体を保有してきた背景には、黒田流の哲学がある。11月30日には、野球人生最高の、モチベーションで帰ってきたし、一年を終えても燃え尽きたという思いがある、と、揺れる胸中を正直に、吐露していた。引退か、現役続行か、燃え尽きた、という衝撃発言を、残した後には、広島が今季15勝した前田健の、ポスティングシステムを使っての、メジャー挑戦を容認した。さらに決断への注目が、高まった中、気持ちを奮い立たせるものを、模索し、41歳となる来季も現役を、続行するという答えを導き出した。黒田の決断に球団も、最高の誠意で応える。来週以降に行われる契約公開交渉。鈴木元部長は、キャリアを、見ても、恥ずかしくない金額を提示したい、と、話した。今季年俸4億円からの、大幅アップは確実。巨人、過ぎない、オリックス、金庫の5億円を、超える球界最高年俸も、見えてきた。さらに同本部長は、それ自体が、彼のモチベーションになるとは、思わないが、200勝を目指してもらいたいと、思っている、と、あと7勝に迫った大記録にも、球団を挙げて後押しする方針だと、続けた。広島では千和じめ氏が合法化を、配布。松田はじめ、はじめ、オーナーは、ほとした。投手陣の格ができる。これから補強を考える上で、黒田中心でどこが足りないかを考えられる、と話した。広島の来季のチーム編成は、黒田の現役続行を起点に、本格的にスタートする。悲願の25年ぶり優勝へ、黒田もチームも動き出した。桜井、勝也。よろしければチャンネル登録を、お願いします。スマホの方は動画の下の、チャンネル登録からお願いします。